5月29日、堺出工業高等学校で令和6年度県総体壮行会が行われました。大会は先行して試合を行うサッカーなどの一部を除き、6月1日から3日にかけて行われます。入場が終わると猪熊信彦校長より、どの部活動も毎日練習に励んできたと思います。日頃培ってきた練習の成果を発揮し、悔いのないプレーをして、一人でも多くの選手が四国選手権やインターハイに出場できることを期待していますと、選手への言葉が送られました。その後には、生徒会長の山地愛蓮さんより激励の言葉が送られました。いざ勝負です。各競技で最高のパフォーマンスを発揮して、不覚悟旋風を巻き起こしてください。今まで努力してきたことを精一杯発揮してください。全校生徒を応援しています。頑張ってください。激励の言葉を受けて、カヌー部やバレーボール部など10の部活動から総体に向けた目標や意気込みが語られました。私たち新体操部は6月2日日曜日、堺出工業の体育館で個人団体ともに県総体が行われます。僕たちは今年のインターハイで個人団体ともに優勝を狙っています。この県総体で四国総体インターハイへとつなげれる演技をします。応援よろしくお願いします。最後には全員で校歌を歌い、その後選手を代表してカヌー部の宮下幸太さんが選手宣誓を行いました。3年生は最後の総体になります。3年間の厳しいトレーニングに耐え成長してきました。そんな僕たちの背中を見届けてください。必ず結果を残せるように頑張ります。総体に向けて、一つでも多くの試合に勝っていって、優勝できるように日々、練習頑張ってきたので、試合で結果を残せるように頑張りたいと思います。大会での皆さんの活躍に期待しています。